会進行は令和専攻塾塾と山岡哲秀です。今日のアシスタントは美容皮膚科医の大月由紀さんです。よろしくお願いします。久しぶりにいらっしゃいました。今日も勉強させていただきます、はい、よろしくお願いいたします。まあ、みんな綺麗になりたい人ばっかりで、ぜひ後でお話をこの機会に全部お伺いします、はい、もう皆さん最後悪あがきしてますので、ね、受け止めてあげてください。はい、そして、夕刊フジ政治部長矢野正史さんです。よろしくお願いします。矢野さん、なんか最近なんかプリコジンと間違えられるという噂です。それは山口さんがですね、はいはい、それは悪意ある抽象を流してるんですね。いや、なんかね、そうなんですよ。画面に矢野さんとちょっと事前打ち合わせしたらですね、山口さんが来てですね、え、これってミスクと直結で中継ですかとかって言って、ベラルーシとですか、すごいとかって言い出してですね、いやー、本当にね、それを見てた後輩がですね、はい、編集局で、いや、矢野さんはショイグだとか、なんか、ね、プーチンだとか、なんか、ろくでもないこと言ってました。はい、いや、それだけね、貫禄があるということでしょう。はい、さあ、そして今日のゲストです、元産経記者でフリーライターの三枝源太郎さんです。よろしくお願いします。そして元自民党前衆議院議員の永尾隆さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではライブ冒頭のお願いをします。現在 YouTube の AI から広告制限を受けて番組配信機器です。改めてメンバーシップ登録概要欄の専用ページからクリック募金で応援をお願いします。なお現在制作支援5万円以上の方に記念品を贈呈中です。この期間にご応援をお願いいたします。さあ、それでは早速いってみましょう。夕刊フジ今日の読みどころです。矢野さん、よろしくお願いします。まずは2面から写していただけますか。この左側の記事ですね、日韓関係改善と米国の動きという記事ですけども、日本政府はですね、昨日の27日に、輸出上の手続きの優遇措置を、優遇するですね、グループ A、旧、ホワイト国にですね、韓国を再指定することを、まあ、これ閣議決定しました。同時にですね、明日29日には、東京で財務対話が行われて、韓国との間でのスワップ協定ですね、これも再開する方向で、まあ、調整に入っているというか、まあ、ほぼ決まっているわけですよ。まあ、これはですね、岸田首相と、ユン大統領が、まあ、今年の3月ぐらいから、関係改善に踏み出したことが、まあ、受けた行動というふうに言われているんですけど、なんとバイデンさんがですね、これ19日の段階でカリフォルニア州での、まあ、会合でですね、私たちは同盟国を再び一つにまとめようと懸命に働いたんだと、それでよって日本と韓国は和解したっていうふうにですね、これも堂々と言って、これ報道されてるんですよね。で、さっきのですね、ホワイト国への復帰ですけど、エマニュエル大使、これ LGBT でもすごいもう目立ってましたけど、この方が昨日27日にツイートして、岸田首相のリーダーシップを評価してですね、まあ、米国の同盟国である日韓は、共通の価値観を推進しているんだって歓迎するようなツイートしてるんですよ。これ全く LGBT と同じような構図になってるわけですよね。そもそもこのスワップ再開っていうのは日本にとってはほぼメリットがなくて、経済危機に陥る韓国だけに、まあ、メリットがあるものだし、そもそも、グループ A、旧ホワイト国っていうのをなぜ韓国外したかというと、安倍政権時代にですね、大量破壊兵器に転用可能な戦略物資を、韓国側の輸出規制でかなり疑わしい、まあ、もうちょっと言いますと北朝鮮側に流れたんじゃないかっていう疑惑までですね、これ持たれて、これアメリカと当時のトランプ政権と話し合ってですね、もう合意した上で外してるんですよ。だから今報道の中でですね、この旧ホワイト国に戻すことに関してですね、その辺の報道がほぼ抜け落ちてる。それでただ単に日韓が仲良くなればいいみたいな話が出てることに関してですね、すごい違和感があるという、うん、
まあ、そういう話ですね。そうですね、はい、もう最近はもうこのエマー総督のツイートを見るとね、もうバレバレという感じで、もう隠す気もないという感じで、まあ、バイデンもそうですけどね、はい、もうこれは完全に言いなりとしか言いようがないように見えるんですが、佐伯さんいかがですか。ね、もう本当に今田政権と言ってしまった方がいいぐらいこうもうバレバレですよね、うん、LGBT の時もそうですし、まあでもこれをこんなに急がなきゃいけないものなのかなと、もう本当にあの先ほど申し上げたあの健康保険の話でもそうですけれども、やっぱり例えばこう、ね、中国企業があってですね、あのビザを取ってあの企業の経営者としてビザを取ってしまうと、ほぼ自動的にこう健康保険が使えるとかですね、まあ、そういう経済安全保障もそうだし、 そういうなんかあのなんて言うんでしょう、さっきのマイナカードの問題もそうですし、あのなんて言うんでしょうね、こう安全保障系のやつがとにかくこうバッサバッサと切られてですね、いわゆるこう人権ってこう、まあ、そういう人たちが喜ぶような話がなぜか自民党政権でどんどん決まっていくと、で有効、うん、人権平和、うん、やっぱりちょっとどうなんだろうっていう違和感がありますね。やっぱりやることをやってからでしょっていう、まああのヘタレリベラル政権という自民党はもうそういう印象になってしまってますよね、うん、であのご指摘の通り、これ日本全然メリットないんですよ、両方とも。あのスワップもそうですし、うん、まあ、あの両方そうでしょうね、両方ないです、全然、うん、あの全然ないですよ。でそこにけじめをつけないままに、なんで急にこう拙速にバタバタやるのか。だから安倍政権、その後の政権でずっとあの、まあ、戦略的に、まあ、無視をしていたというところ、あえて突き放すってことをやっていたのも、もう慌てて取り繕ってやって、でもこれはですね、あの2つのことがはっきり言えると思うんです。1つはいつもここで言ってる通り、まあ日本は完全に属国だということがはっきり分かる。もう1つはやっぱりここでバタバタとこういうことをアメリカから命令が来るということは、それだけ、有事を意識しているということでもあると思いますね、うん、だからそれはあの近々というふうに想定していると、ウクライナがある程度終わったらこっちになるだろうということをすでに想定してるんじゃないかというふうに思うんですけど、あの長尾先生いかがですか。まあ、アメリカ言いなりをもう一個言うと、うん、もうこれもバイデンが自分で言ってますけど、うん、まあ、日本 の, その防衛費増額、俺が3回言ったんだから、うん、日本はそれを言ったと、うん、いやもう完全ですよね、まあ、ある一時期ね、この番組のみならず、うん、あの文化人放送局全体の中でね、うん、なんかあの局はね、もう背後にはもうあれもこれも全部ね米国がいるんだみたいなね、うん、そういう陰謀論こくんじゃねえみたいな、そんなね意見もあったように聞いているんですけども、うん、いやもう全部エマニュエルが本人が言ってくれてる、うんうんうん、バイデンが言ってくれてる、うんうん、結局そうだったのかということです、うんうん、そうです。だからね、属国以下ですよね、うん、そうなんです。属国ならまだあの帝徳みたいなのがいるんでしょうけどエマニュエルかよみたいな話です。まあまあそういうことなんですよね。だからよくあの、日本はですね、アメリカの51番目の州だとか、あるいは51番目の州になってなった方がいい、してもらった方がいいとかっていう方いるんですけども、アメリカの州はご存知の通りもっと自立してるわけですよね。だからユナイテッドステイツ、ね、その自立したステートの集まりとしてのアメリカという連邦という形ですから、日本は主権がない、自分たちの主張もないということで、よくても準州、グアムとかプエルトリコの立場だけど、下手したらおっしゃる通りそれより下で、でバイデンがその軍事費をバーッと俺が言ったんだとか言って、でもその分まさにあの岸田さんなんて言ったか、防衛力の強化ということはアメリカから戦闘機やミサイルを買うことです。そんなこと言ってまさに軍産複合体がうわ退去したセールスマンがもう押し寄せてきてるんですよね。で高い武器を買わされるあのパトリオットミサイルなんてすっげえ高いんですよね。あれもう超単位というかすごい金額なんですよね。でそういうものを買わされても、しかし一方で自衛隊は自己完結的に戦えない、アメリカ軍がいることを前提とした軍隊なわけですよね。たらればあんまり言いたくないですけど、安倍総理がもしおられたらあの下りは絶対入ってこなかったと思う、うんうん、そうですね、その前 の, その防衛三文書のね理念の通り、
言ったと思うんですけど、多分相当あの時期に言われたんでしょうね、うん、米国の武器を買え買え買え、だから防衛費を上げろと、そこであそこに盛り込んじゃったん、うん、いやいやいや、まあ本当に、まあでも安倍さんがおられなくなって、まあ間もなく1年ですけれども、まあそこで逆に安倍さんがいないということで実態がバーンとこう分かったという非常に皮肉な結果になって、チャンスにね、取られないといけませんね。そうですね。はい、じゃあ次の記事をお願いいたします。はい、一面に移していただきたいんですが、まあ先ほどの話のこれまた関連ですけども、この新悪観論ですね。この今、日韓の協力ムードというのがですね、もう極めてなんか醸成されてるんですね、うん、これはもう日韓のメディアを使って醸成されてるんですけども、うんうん、このムードの先に何があるかというのをですね、もう韓国に、もう日本でも屈指の詳しさを持ってる諸谷さんが書いてる話なんですけども、日本の協力っていうのと韓国の協力っていうのは意味が違うと、なぜかというと韓国の場合上位のパートナーに対する協力っていうのはもう極限すればもうタダで何でももらえると、うん、でパクっても何も怒られないというようなですね、そういうものであって、うん、まあ過去で言えば半導体とかはそうだし、うんうんうん、もう最近で言ったら高級な果物とかがどんどんパクられてるようなですね、うんうんうん、そういうのをもう注意しなきゃいけないという話でですね、もうすでにいろんなことがですねもう動き出してて、うん、韓国側のホームページを見るといわゆる先端技術を積極的に協力するのを模索するんだみたいなのが出てきてるんですね。で、今韓国経済が厳しいのは、もう韓国が最先端って言ったものがですね、もう中国も作り出しちゃって、貿易的に赤字になっちゃってるんですよね。ですからなんとか、先端技術を欲しいんだけども韓国独自で作り出すことがなかなかできないと、でそれは日本からなんとかというようなのがあるんじゃないのかというような話ですね。だから結局日本人的にはこのスワップにしてもホワイト国にしても、まあ、日本側の譲歩であり、で相手にとってやたらアドバンテージなわけですよね、はい、で日本的なメンタリティだったら、あ悪いなみたいな、あなんかうん、まあ、じゃあこっちもちゃんと誠意示さなきゃなみたいに考えるかもしれないけど、今お話しあったみたいに彼ら絶対そう考えないですよね。もう取れるものは取るのは当たり前、ね、もらってあげてるみたいに、スワップさせてあげてるみたいな、そういうこと平気で考えますからね。これまだ分かんない人が多いなって印象あるんですけどね。斉田さんいかがですか。ね、本当に何のメリットもないんですよね。それでこれだけいろいろ譲歩しても、確かに今山岡さんがおっしゃった通りありがたがってるのかというと、うん、当時も、まあ、中央日報とかの日本語版読んでるだけでも結構ボロクソでしたよね、うんうん、だからまあ本当に、まあ、甲斐がないというか、まあこんな国ばっかり囲まれちゃって本当にもう、うん、悲劇の民族だなと思います。いや、地政学的には最悪の場所にあるんですよね、うん、本当にそれは本当にそうなんです。北朝鮮があるからやっぱりどうしてもその前にいる韓国っていうことで甘くなっちゃうのかなという、うんうん、あとアメリカ側はですね、日本人のプライドとか日本人の観点から見た正論とか、歴史認識問題、日本人が抱えている歴史認識問題とか、そんなこと全く興味ないですよね。もう日本側に屈服させればいい、俺たちが言って膝を屈服させればいい、特にバイデン政権はそうでしょ。この間ユン大統領がアメリカに行った時の異様な接待ですね、これもうものすごい対照的じゃないですか、岸田さんとかと。だそういうふうな体質がもともとあって、しかしもともと別に日本人の正論なんて興味がないんですよね。だから日本の政治家はそれをピシッと言わなきゃいけないわけなんですよね、うん、それできる人は今一人もいない、うん、だから英語力の問題じゃないんですよね、という状況ですよね。中尾先生、もういよいよどう自民党政権もここまで来たかという感じですね。はいじゃあちょっと次行きましょう。はい、はい、ですね、最後が、2面と5面でですね、はい、岸田内閣の支持率低下に関して、松井一郎さんと、もう一人はフジテレビの平井さん、私よく紹介させていただいてるんですけども、先週はですね、毎日新聞が一挙に12ポイント落ちて、うん、今週は読売新聞が15ポイントも落ちているというですね、うん、
これちょっと危機的な状況なんですが、どう分析するかということを、まあ、それぞれ書かれているんですが、松井さんはまずですね、もう最も影響力が多いのはマイナンバーに関する相次ぐトラブルだろうと言いながらですね、あともう岸田政権が難題や課題から全部逃げてると、先送りにして逃げてると、でそういうのがですねもう見透かされてきたと。例えば少子化、防衛費増額のですね財源どうするんだって言ったらですね全部先送りしてると。でそういうのはもうちょっとマイナスに働いたんじゃないかなっていう見方をしてるんですね、うんうんうん、でフジテレビの平井さんは、まあ同じような、まあ、マイナンバーとか長男のですね秘書官の問題とか言った後で、うんうんうん、先ほどこちらで話し合った、例の、バイデン政権がですね、もういろいろ介入してるのが見えてきたと。でこれは、岸田政権がバイデン政権に完全に舐められてるってことを、うん、国民が気づき出してると、うん、でまあメディアはあんまり報じないけど今もうネットの世界でですね、うん、自分で情報拾いに行けるん で、うん、でこれに起こった国民が、相当離れてるんじゃないのかという、うんうん、そういう分析をされてるんですよね、うんうん、でその後にちょっと画面の方を、映していただければありがたいんですが、青木率って話をしてるんですね、はい、あこれ3面ですね、はい、もう1個の、うんうん、青木率というのはですね、この前亡くなられた青木幹雄さんっていう方がですね、はい、よく唱えてた説で、いわゆる内閣支持率と政党支持率を足して、それが 50% を超えていれば政権は安定するよっていうのが青木率の一個なんですね、うん、はい、それで言うとこの前の読売新聞は、内閣支持率が 41%、 政党自民党支持率が34で、まあ、足して75、この75っていうのは大体各メディアとも大体こんなもんなんですよね。ですからまあ 50% を切ってないので、まあ、あの政権としてはまだすぐ倒れるとかそういうことはないだろう。ここですね、うん、青木率 75% の意味っていうんですけども、うん、実は青木率にはもう一個ありまして、うん、解散した場合ですね、青木率を現有議席にかけた数字が獲得議席になるというもので、つまりまあ 75% ぐらいしか取れないよっていう話なんですよ、現有議席に比べて、うん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 、となると相当落ちるってことですよね。 25% ぐらいが落選するっていう話ですので、これは岸田政権、岸田首相はまあ解散権を握ってますけども、同時に 25% が今の状況でも、でもですよ、落選しかねないということなので、もしかしたらこれは岸田おろしと紙一重になるよという、すでに岸田では戦えないと判断する可能性がある、 なる可能性がある。でこれ以上上がる要素が出てくるのかという話ですよね。なるほど、そうですか。いや、長谷先生、まあ、このマイナカードっていうのもこれもねひどい状況に陥ってますけど、そもそも自分の息子を秘書官にしたあたりからなんかだんだんこうボロが出てきて、なんかガタ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 と負の連鎖にこうなってるという印象ありますよね。まあ、やっぱり総合的に見て、私はさっき矢野さんがおっしゃられた、まあ、あらゆることが背後に米国がもう見えかけしすぎると、うん、見えすぎると、うん、でその象徴たるものが LGBT だったという、うん、僕もそういう理解ですよね、うん、であと支持率が上がるっていう話になると、7月にあの NATO があるのと、あと12月に APEC が東京であるのと、まあ外交日程的にはそのぐらいですよね。なかなかこうあの上がっていく雰囲気もないっていうことになると、この間やっぱり解散絶対あるだろうなと、まあ、とあるあの、閣僚経験者の事務所のある秘書が、あの明日解散があるからもうちょっと準備するようにっつって、もう全部連絡が行ってたって話も後でね、あの聞きましたのでね、それでも、なかったと、うん、いうことになれば、まあ、やっぱりあの
従来の総理総裁が考えることとちょっと違うあの思考回路で物事を判断される方なのかなと。まあその解散とこの例の LGBT がの廃案をね、なんかセットで語る向きもありましたよね、うん、もう解散だからあの、本会議の前に解散してしまうと、うん、でもその時にエマ総督がですね、来週可決の予定みたいなこともツイートしてるんですよね、うん、だからそこにまたエマ総督の関与があったんじゃないかという説も一部にはあるんですけれども、うん、そうですね、うん、だそれでうっとこれでできなくなると、本当は解散するつもりだったから、その自民党からそういう声出てるわけですが、その間出てるんですが、本当はそれで最後に解散する意思がもしかしたらあったかもしれないけど、またエマツイートでそういうふうなある種のまあ脅迫ですよね、まあ、あと支持率上げるタイミングってしたらもうあの組閣でしょうね、内閣改造でしょうね、うん、昨日ねあの、閣議人事、いわゆる役人の人事が、まあうん、あの一部除いてあの出たんで、まあ、雰囲気的には8月に誰が大臣になるのかな、 あるいはあの党内が誰が3役4役になるのかなと、まあ、それがピークじゃないかってそういう感じしますね。で稲田朋美大臣、はい、古谷圭司大臣、はいはい、新藤義孝大臣、ね、どうなるんですかね、そういうことになるんですかね、わからない、うん、まあ、でも現状をですね、あのポジティブに語ることは極めて難しいんですが、今お話しある通りここまで属国なんだよということを日本人が認識するいいチャンスにはなっていると思うんですよ ね、 そうですね、で歴史的にはですね、ガデン一心じゃないんですが、この重光守の、まあ、この方に僕は解説書いてますけど、そういうメッセージなんですよね、あの今もうそのいかに属国かってこと気がつかなきゃいけない、そしてこの重光みたいに GHQ に抵抗した、マッカーサーに抵抗した、マッカーサーが指向とした軍政を取り下げさせた、そしてその GHQ の占領に対してもですね、まあ、安保条約があってもあれ安保条約というのはそのはっきり言って駐留継続条約ですから、占領継続条約ですから、しかしそれに対して6年後には撤退してほしいとちゃんと期限を切ろうとした人たちもいたわけなんですよ、重光みたいに。しかしそういう人たちは都合が悪いから忘れパージされてるんですね、歴史からこう除外されてしまって、あの降伏文書にサインしただけになってるわけですよ。だそこを見直して日本にも気骨があって自立独立を守ろうとした人たちもいたんだっていうことを、ここで今日本人立ち止まって見直さなかったら絶対手遅れになると思います、はい、そういうメッセージを込めた本なんですけどね、まあ、おかげさまで増刷が決まってるんですけども、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、まあ、ちょっと僕は本当に日本にとって正念場だと思いますね、はいはい、ここでちょっとちらりとこのあちら側の主張から、はい、130% のあちら側の主張から